ミレニアム学園、音瀬こたま先生の声が聞こえたのでここに来ました。小さいからって舐めないで。将来性はものすごい。本の中の物語。本の中の物語の本の中の物語。ミレニアム学園。シモエコハル。言っとくけど、ここに長くいるつもりはないから。最高のご奉仕をお約束し。こんにちは、王のつくよです。一応忍術研究部の部員で、よろしくお願いします。それで今から何をすればいいの？勇者よ、光があなたと共にあらんことは。怒ってないから。バルキューレ警察学校のキリ、SRT 特殊学園ラビット招待の月雪都です。先生、ご指示を。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。怒ってないから。ようやく海に到着です。さあ先生、たっくさん遊びましょうね。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。私を呼んだのは先生か。チェリーの会長からの指示書は持っているな？説明や解説が必要なら私に任せてください。本の中の物語。ごきげんよう。私、もともと私の主はミレニアムそのものだけど、
今日だけは先生がご主人様だ。説明や解説が必要なら私に任せてください。条件はクリアされました。ご主人様と一緒に。小さいからって舐めない。ゲヘナ学園給食。今頃だと予測して待ってた。先生が私の名前を呼んでくれる今この瞬間を。給食部の風花です。本の中の物語。怪我をされた方はいらっしゃいます。ミレニアム学園。本の中の物語のよ。ミソノミカ、ついに登場って感じかな。あ、私と先生の仲だし、アイスブレイクとかはいらないよね。これからよろしくね、先生。あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。